韓国野球選手が話した大谷選手に関する意見が韓国で話題です。世話話聞いていって。日韓戦でヒッターとして大谷選手と対戦した経験があるリ・ヨンギュ選手は、見極めがよく足が速い選手で有名ですが、大谷選手との対戦をこのように記憶します。大谷選手にアウトされ打席を降りた後、次のヒッターたちが大谷選手の攻略方法に関して質問したのですが、李さんは大谷選手は自分が何かをアドバイスできるレベルではないと話しました。大谷選手は投げる前の前振りとボールが手を離れるまでの動作がとにかく速い、それでタイミングをつかみにくい、速い直球がさらに速く感じる、そして決め手はフォークボールでボールの落差が大きい上で 146km で速いため、まるでボールが消えるように感じて、こんなことは選手生活で初めてと述べました。今まで出会ったピッチャーでは大谷選手が圧倒的にナンバーワンと出演した番組で話しました。